は。こんにちは。さあ、はい、ニコスロ始まりましたけど、はい、今回スタートはですね、ニコスロ御殿山ではございません。本当だね、はい、ちょっとラグジュアリーだと思わない？じゃあアジアンだよね。アジアンな感じ。今私たちはどこにいますか？今ですね、なんと恵比寿に来ております。おしゃれタウン恵比寿に来ております。はい、さあということで今回ですね、あの前回の、うん、ご褒美ということで、ご褒美ロケ、イエーイ、高級スパ、本日体験ですということで、今回オリーブスパさん、恵比寿にありますオリーブスパさんに来ました。まさにやったことある？いや、もうこれはね、しょっちゅう味わえないような極上の本当にいいマッサージなんですよ。楽しみなので、最後に行ったの本当にリアル2年前に誕生日プレゼントとして自分にあげたぐらい。なるほどね。それぐらいちょっと敷居が高いというか。そうなの、ご褒美ってことだね。本当そう。なるほど。今日はそれをね体験したいと思いますけど、うん、ただね、うん、前回結構こうご褒美の時に行くまでにいろいろあったじゃない。そうだね、なんか一つになれば行かなかったよね。そうでしょ、意地悪だったもんね。そう、意地悪だったじゃん、うん、今回なんかすんなり、まあ、ちょっと言えばすげえ暑かったっていう。そうね、ちょっとここまでがすげえ暑かったっていう。相田さん、相田さんビチャビチャだったよね。ビチャビチャだったっていうぐらいで、うん、でもまあそれ以外はね、そうしかなかったわけよ、うん、いいの、このままご褒美受けちゃって。いや、もう全然、もう今日は何もないっす、何もないっす。いや、ダメ、完全にそのね、笑顔には裏がある。怖いよね。いや、大丈夫です、大丈夫です。何が怖いって、今日オイルじゃないですか。オイルだから、え、ちょっと大丈夫、脱ぐわけよ。ごま油とか塗られないのじゃ。え、待って、それお店込みでのってこと？そうそう、お店ぐるみでの。でもごま油だったら、あ、高級なオイルってこういう感じ。ダメダメ、前は来たことあるからどういう匂いかとか知ってるからね。全くもって全くもない、本当にない、何もない。もう本当に今日はリラックスしてるわ。もうてか、その気持ちがあるとリラックスできないじゃん。なんかこう、なんかあるんじゃないかと思ってると、ないね、もうない、ない、もうあったらご褒美もうこういうのなんかできなくなっちゃうもんね。そうだよね、もうご褒美なんだ。ご褒美なんだ、そうだよね。じゃあもう安心して罰ゲームが絡まない、そう、ネットコマーシャルみたいにならないよね。ならないように、うん、まあとりあえず、うん、楽しみに、そうですね、行きましょう。私初なんで、日頃の疲れを取ってもらえますか、うん。こんにちは。失礼します。はぁ、涼しい、めっちゃ快適。久保さん、僕らこんなのが初めてな。はい、久保さんが来られてるということで、ここを予約させてもらって。はい、そんなにめっちゃいいです。ちょっと本当にカメラ持ってなければ一緒に味わってもらいたかったんですけど。男性もいいの？男性もいいよ、全然いいよ。でもちょっと裸同士の付き合いになってしまうので、別室でっていう。本当に出ちゃうんね。あ、出ちゃうんですか？出ちゃう、出ちゃう、出ちゃう。下は守ってくれるけど、上は自分で守んなきゃ。それないよね、今日。ないよね、今日ポロリないよ。ちょっと待ってね。こんな真夏の涼しいところで、ご褒美ですから、ご褒美ですから、楽しみ。うん、はい、肩です。首ですね。でもやっぱほら使わないからね。ここら辺半端ないよね。やばいやばい。あ、すいません、お願いします。ありがとうございます。あ、すいません、至れり尽くせりってこのことですね。で、自分で荷物持たない。ありがとうございます。あ、もうね、いい匂いでしょ、ね、やっぱり匂いが伝わらないのが、ね、すげえ。いいでしょ。めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。前さ、行ったのどこだっけ、一緒に。南森町じゃないの？そう。あ、あ、そっか。ちょっと似てるぐらいのレベルだなって。じゃあお部屋の方にお香りをかけていただくんですが、はい、こちらの香りがですね、ローズマリーかジャスミンでお選びできるお香りになってまして、お香り試されながら。まずこちらローズマリーになります。リラックス効果の高いお香りで、水分だペポラップの匂いする。ペポラップって昭和、昭和ないんですけど。いや、小学
校の時思い出した。そう、母にね。母に。塗られて。塗られた。こちらジャスミンですね。少しスッキリとしたリーベシコさんの香り。いい匂いだな。昔ながらの匂いも。昔のペポラップ。ペポラップ。せーの。ペポラップしか出てこない。なんだ。ローズマリーとジャスミンですね。ジャスミンですね。せーの。ジャスミン。ジャスミン。ミンペポラップは家で嗅ぐわ。家で嗅ぐ。ペポラップって言ったからそっちないなって思う。でもペポラップ家にあるから。鼻にくるじゃない。そうだよ。そう、咳して辛い時はここに塗る。そうだね。ここでスクリームバスのご予約いただいておりますので、はい、事前に髪の毛シャンプーしていただきまして、はい、その後にトリートメントをさせていただきますので、はい、お湯のみ出しておきます。はい。そこお湯まで出してくれ。これシャワーを浴びるということはお二人とも脱がれるってことですか？そういうことですね。ちょっと一旦見てもらっていいですか？そこまで映されたらさ、なんかどういう企画の番組かわかんないからね。ですよね。わ、うん、かりました。じゃあまた後ほど。はい、準備万端になったら、ね、ああ、わかりました。まだちょうど出てきて体拭いてる時に来てもらっても困るからね。ああね、そうね。一番出てるから。わかりました。やだ。はい、どうぞ。はい。皆さん、お待たせしました。髪の毛、こんなんで大丈夫？はい、大丈夫です。硬すぎてなかった？本当ですか？初めてなんですか？頭は初めてです。そうだったんです。寝るな、これ。寝る。ナザル出しとこうかな。そう。ここの店の心温まるところ、いつもね、担当のお姉さんが取ってくれるの。すごい。暑くないでしょうか？はい。もう気持ちいい。もう気持ちいい。すでに気持ちいい。吹っ飛ばすってなんで気持ちいいんだろうね。ねえ。どう？90分吹っ飛ばされます。それはちょっと高いっすね。あの番組の冒頭にこれが。そうだよね。温泉の時も思ってるんですよ。確かに。うちら旅番組向いてると思うよ。旅番組やろう。やろうよ、グルメリポーターと。二人はやらないの？やらない。もうこれで裸だったら AV だよ。え、普段手術の時って裸じゃないですよね、この時。これ着てますよ。お姉さん方はこの格好。そりゃ、やってもらえばっていうか。そう、いや、そう、やってもらおう。そういうことですよ。いや、そしたらさ、なんかちょっと角度ダメでしょ。確かに。確かに角度ダメ。角度ダメ。角度ダメです。そうですよ。お姉さんの苦痛だよ。そうなんだよ、うん。もう目のやり場に困っちゃうよね。100分。これは1回僕ら出た方がいい。そうですね。見えちゃう。一回撤収だ。申し訳ない。申し訳ない。と一緒っすよ、工藤さん。何？アイコラの絵と一緒っすよ。あ、ちょっと丸める横が、横がどれかなアイコラって何？ちょっと待って。アイコラってあれ、あのご褒美のパネルで作ってた、その合成の写真。はいはいはい。に見たい？うん。嘘。これ合成じゃないよ。寝ちゃうの。でもばっかりやられるんだ、みたいな。ん？こうやってやられるんだよ。いない、好きだけど。なんであんなニヤニヤしてんの、あれと。違う違う。なんか、海ちゃんが気使ってね、こうやって、多分こうやってかけてくれたんだけど、その瞬間に剥がれたから、もう何かない。
でしょ。いやちょっとね、あそうそう、それオッケー、それオッケー。でももうすぐ取られるから、それ足だけにしてくんない。横からがまずいんでしょ。横からまずい。私の角度から見たら横乳がね、エロい。あの、PV みたい。こっちから見ても横乳がエロいよ。あ、こうしたら、あ、なるほど。そうします。あ、そうします。これなんすか。超面白いですよ。リラックスできないわ。マジで気になるんですけど、早く出てと思って。ちょっとじゃあもうちょっと平行に撮ってくんない。平行、平行、あ、こう、ちょっと工藤さん目線でお願いしていいですか。あ、工藤さん目線、あ、いや、目線そういうことじゃない。工藤さん目線でこういうことじゃない。目線、間の横ってことするって。あ、工藤さんメインでね。やだよ。工藤さんメインやだ。工藤さん目線でっていうか、そんな低い姿勢でと思って。ちょっとね、すごい、すごい丸見えだ。ちょっとこれね、間違えたわ、ご報告。工藤さんめっちゃ揉まれてますよ。気持ちいい。背中がいやらしいのか。ん？背中がいやらしいのか。背中やらしい。背中とね、血半分とね、横乳がやらしい。じゃあ、あのカメラの角度からどう見えてんのかが気になる。まいさん、私の角度はね、超やばかったよ。いや、こっちから見てもやばかったよ。やばいよね。うん、すごいね、お丸見えって感じだよね。サービス良すぎでしょ。普通に。いや、途中で声が聞こえなくなったんですよ。寝てる、寝てると寝たよ。え、なんかあった、あったよ。そこある、そこと、ここにもある。そうそう、そうなんだ。完全にマイクまで怒られてると思ってた。いや、顔がね、トロンとトロンとなってます。寝てましたからね。今んとこなんもないよ、まだ。うん、ね、うん、平和です。ちょっと、あ、うん、え、いや、決勝でした。やったことある？あ、そうそう、頭で、いや、何するんですか。いやね、相田さん結構ね、美容室行くとやるんで。でもクリームバスではないからね、普通のヘッドスパだからね。気持ちよかったでしょう。いや、もうね、ただの休暇ですよ。てか、なんか声聞こえなくなった。喋った方がいいのかなと思ったけど、特に喋ることもなくて。硬いですね。硬いですか。本当硬い。いや、私もですか。やっぱストレスとかで硬くなっちゃうらしい。マジか。ストレスとストレス、なんかストレスあるんですか、相田さん。相田さん、ストレスしかない。それはかわいそうだな。かわいそうだね。工藤さん、なんかストレスあるんですか。いや、気づかないうちに溜まってるタイプかなって。ちょっとやるのかな。工藤さん、なんか溜めるタイプじゃない感じなんですか。そう思うじゃん、ちょっと溜めるから。発散の仕方がわかんないの。怖いタイプじゃないですか。そうそうそう、お酒飲まないでしょ。あ、そうね、夜出歩かないでしょ。ちょっと弱くしてもらって。大体にいるからね、何やってんだろうね、って感じです。絶対気持ちいいよ。頭めっちゃ気持ちいい。絶対気持ちいい。しかもなんか夏じゃない、夏は頭皮もさ、結構ダメージを受けてるから、うん、あー、その間貸す的なことなんで間貸すって。それもやってくれんのこれ。え、なんかさ、日焼けとかでやっぱダメージを受けるって、それ自体もストレスになりそうじゃん。なるほどね。すぐ届けると頭皮を凝り固まってるのをほぐして、髪が傷んでるものを修復していく。なるほど。ちゃんと見直した方がいいですね。そうですね。わかりました。じゃあ、待ってます。もういい。おー、いいね。今日の仕事楽だね、みんな。
岡さん、わざわざ大阪からありがとう。本当だよ、かまへんがな。かまへんがな。じゃあ、またバイバーイ。飽きちゃうよ、これ撮ってたら。カメラ入ってなかったしね。入ってなかった。で途中で全然喋ってないですねって言われたもんね、うん、だって喋ることないしね、うん、もう堪能したかった。堪能しまくって、もう髪の毛も頭皮も綺麗になったし、超さっぱり、髪の毛サラッサラだから ね、ツヤツヤになったね、思った。さあということで、はい、これで、うん、サードシーズン終了と。なんか寂しいな、こんないい番組が終わっちゃうなんて本当残念だよ。先生、一応これを あげることも忘れてましたね。視聴者プレゼントでこちらつなぎね、サインしましょう。先書いていいですか。はい、このままいける。ここに書いちゃうわ、うん、3人ぐらい。あ、結構来てる。はい、やばい、書きやすい。書きやすいよね、うん、書きやすい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 。違うよ、スケさんだよ、スケさん。何の関係もないけどね。本当だよ、沖縄でみんな練習したの。そう、私の唯一できるものは。でも待って、似てなかったよ。似てなかったよ。はい、はい、ということでこちらサインの方入れたので、抽選で2名様、はい、プレゼントいたします。ご応募ください。はい、ご応募ください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ帰ろう。ねえ待って、一応番組が終わるんだよ。そっか、そんなあっさりこう後ろ髪引かれるとかない。そっか、ママで言ってくれた人にメッセージ。そうですね、そうですね。本当に長い間ありがとうございました。またいつかお会いできる日を楽しみにしております。今まで、ニコスの勝負だぜを楽しみに見てくださった皆様、どうもありがとうございました。いや本当にいつも楽しくワイワイ、スタッフと共にやっておりまして、さらにこんな素敵なご褒美までついてくる素敵な番組は本当に他にはないと思っております。でこの番組終わってしまうのもとっても残念なんで、できればずっともう視聴者からこいつらを映さないでくれって言われる時まで本当はやりたいんですけども、まあ、残念なことに終わってしまうので、はい、まあ、今までのことを胸に思い出を大切にして、はい、また違う番組でこういうのできたらいいよね。そうね、そうね、うん、今工藤さん何て言いました。え、何て言いました。たくさん言いすぎてどこの部分をつまんだらいいのか。まただよ多分。また違う番組でこういうのできたらいいよね。やりたい、やりたいよ。だってご褒美がある番組、ね、そういうもの。確かに罰ゲームしかないから。そうだよ、だからやりたいけど、ね、先生方新しいつなぎです。はい、なじみがね、もうこれ色決まってるの。なんであなたは常にさ働きたがる。いや私ちょっとやっぱリアルを追求することにかけてるからさ。舞さんほらいいよ、そっとレディースみたいなやつにして。おい、褒めてねえわ、褒めてねえわ。私はリアルを追求して。でこれ何、今回は作業員とレディースの番組っていう感じなのかな。そうですね。いや嬉しいね。ってことは、ま、ちょっと待って、ちょっと待った、悪夢が蘇る。思い出してごらん、前カニ食べに行きましたよね、はい、温泉まで入って、はい、うちらとってもこうリラックスムードで、もう仕事じゃないよねっていうモードになってたよね、はい、でそこから何て言いましたっけ、うちの D。ですね、まあ、思い出してごらんっていうセリフを言うのは私だね。私だよね。私あの後結局あれどこにいたんだっけ、あの有名な城崎温泉。城崎温泉ですよ、あの有名な、すごい話題になった城崎温泉にそういて、うん、そっからその日に下見に行きましたよ。ですよね。ってことはさ、いやでも東京だよ、昨日。そうだよね。でもちょっと待って、ちょっと待って、今さ時間見てもさめっちゃ余裕なんだ。てかちょうどいいね、むしろちょうどいいね。ってことは行きますか。ほら行きますか、下だから
え今かな、やりたいんでしょ、やりたい、ほらやりたい、やりたいんでしょ、腕相撲、腕相撲でいい、腕相撲でしょ、いやもう今回工藤さん行ってよ、あれもうやだよ、そういうか、そうだった、前この間言ったかもしんない、え言った言ってないかな、わかんない、記憶なんてわかんないけど結構前だよ、これで2回目じゃんになったら、わかった、じゃあ一応手としてじゃんけんしよう、手手としてじゃん、ね、お前負けろよ、わかってるよね、空気読めよ、さあさあさあ、なんでなんで、えね、そんな手じゃなかったよ、ここまで余裕できましたよ、ね、はい、もうさ、パネル、そうだね、パネルが変わってるんだけど、フォースシーズンが始まるってことで、まあ、今までもうご褒美と罰ゲームあったじゃない、でも罰ゲームじゃなかったよ、ちょっと待って、すげえ気になること言っていい、今までさ、ここ堂々とさ缶バッジとステッカー25名様にプレゼントってなったじゃん、なんでここ隠しちゃうの、上からめくっていきますから、上からでいいの、じゃあご褒美からだね、じゃあゆみちゃんめくってよ、はい、じゃあじゃん、まあこれ12個から10個だから、これね結構ハードル高いんだって、でこれでご褒美、お、はい、ベイビーロック2人いつもその合成の画像に笑っちゃうんだけど、ベイビーロック2人で冬の京都美と食の大満喫ツアーご招待、おプラスサイン入りつなぎ&ステッカー&バッチフルセットを2名様にプレゼント、いいね冬の京都とか、ねえねえねえ、私嫌なんですけど、私これ引く側嫌なんですけど、いや前も思ったけど、みんちゃんなかなか似合ってる、なかなか似合ってるねそれいいでしょう、いいいいよ、結構これやってもらおうかな、あのね思いついた時ガッツポーズが、これやってもらおうかな、本当に私引く方ご褒美じゃないわそれ、面白い、これしかないと、面白いよね、上手だ、毎回上手だね、でもいいね、やっぱり美味しい食べ物も食べれて、食べたい、あ京都やっぱりね、お仕事で京都行く機会はあるけども、満喫することはないから、観光できないから、うん、やりたいですね、いいねいいね、嬉しい、はい、次ここですよ、はい、いくよ、うん、9個なんで限定なの、9個のみ、ちょっと待った、ってことはさ罰ゲームになる確率がめちゃくちゃ高いよ、確かに嫌な感じ、ちょっと待って、6回中4回ずつ勝ったとしても罰ゲームだよ、4回ずつ勝って、そうだね、待ってハードルめっちゃ厳しい、めくろっか、はい、いきます、まあ普通やん、普通やん、うぅはい、いつも通りだね、ステッカーバッジを25名様にプレゼント、え増えてる、一緒、一緒、一緒か、待って気になる、ってことはやばいね、ちょっとそこがや、ちょっとでも今までの罰ゲーム思い出してみ、屋台とか、待って屋台わざわざこれやんない だ, だって屋台の写真貼る隙間ないもんこれいやそれあるでしょ、こうやってやってるやつ絶対、いやあるでしょ、屋台それはあるでしょそれはあるけど、違うの違うの、でもそれ絶対変えてきたと思うだよね、しかもわざわざ今まで罰ゲームって書いてなかったんだよねえ、リアル罰ゲームのやつですか、いくよ、まあ個数はこうですよね、いきます、じゃあもう絶対無理、絶対無理、久しぶりに初心に帰ってきついことをしよう、吊り橋から42m、無理っす、まあ多分失禁しちゃうもんバンジー無理、バンジー無理、バンジー無理、失禁しちゃう、失禁しない、する鼻水とかいろいろ出るよ、普通にそんな問題じゃなくて飛び、多分飛べない、多分あれも6時間ずっとこんな感じだよね、こう本当リタイアするやつ、気を使って何もしなかったで、でも本当やだ、もうじゃあ気使っていいからこう、もうちょっと優しくしてバンジーやだ、バンジーやだ、パラグライダーにしない、パラグライダー、パラグライダバンジーやだ、バンジーやだ、まあ、本当に一生しないって決めてたことだもん、バンジーやだ、バンジーやだ、本当にバンジーやだ、相田さんだけがスカイダイビングしますのでちょっとお許しを、スカイダイビングはちょっとやりたかったからいいんだけど、バンジーは私嫌なんだって、バンジーは死にそうだもん、ね、なんか落ちてる感じじゃん、そうそうそう、飛んでるじゃないじゃん、落ちてるじゃん、えもう42メートルでしょ、えもう本当やだ、バンジー無理無理無理、だって岩にガンってなっちゃうもん、岩にガンってなって死んじゃうもん、それもう永久に放送されないやつじゃん、ね、もう超気が重い、なんでこんなすっきりした気持ちの時にこんな暗い気持ちになんなきゃいけないのということで、はい、じゃんけんしますか、なんでそのあたり次持ってくんだよ展開を、もうどうしよう、いやもうやだ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 、しかも寒いじゃん、冬のバンジーとか死んじゃう
本当にへこんできちゃった。やだね。いや本当にやだね。ミオのスタミナ全然いい。でももうミオ負けても傷つかない。マジか。もうなんか傷ついちゃう、その8個から0個ほぼそれじゃんって。ほぼそれだよね。よし、そのためにも頑張って2年に頑張そうだね。行こう、じゃんけんやろう。最初はグーじゃんけんポン。イエーイ。いや違う、前はあっちのことの方がショックだから。私も大丈夫だよ、別に下見ぐらい全然ショックじゃない。言っていただいていいですか、とりあえず。でもすげえプレッシャーな下見ってことだよね。ほんとお願いしますね、初戦負けられないんで。はい、頑張ります。ほんとどうか罰ゲームだけは避けたい。何回負けちゃダメなの。2回4回ってこと。4つってことは大丈夫でしょう。はい、とりあえず私は多分泊まりになってしまうので、一回家帰って、はい、着替え持って、そうですね、ディレクターと一緒に大阪に帰りたいと思いますので、ちょっと任せてください。お願いします。本当に次はね、あまり負けないようにしようね。もう負けっていうか、もう超固くいく。そうね、冒険なんてしない。そうな感じで、はい、皆さんフォースシーズンもぜひよろしくお願いいたします。お願いします。頑張るぞ。おで、ここは実践でしょ。いけます。じゃあこれだけ預かっとくわ。お願いね。まあ、ちょっと夢に出てきそうだよ、バンジーが。バンジーは本当にやらないって決めてた、私。何もやらないって決めてたよ、もう。誰か前の影も知らない。なんだ。そうね、それでいいかもしれない。私、いないんだよ。ルッコ。ニコにやらせ、ニコに。何なの、もう。ね、そうしましょう。初心に帰るってない。下に行ってきます。お願いします。いらっしゃい。途中でカニ食ってくるわ。カニ？木の先温泉行って、領収書はちゃんと切ってね。そうね、オッケー、切ってくるよ。バイバイ。じゃあね、行ってらっしゃい。はい。もう無理でしょ、これ。え、何これ？え、どういうこと？え？何これ？どうしたの？ビルゲートン来た。あ、また来た。すげー入るんですけど。